でも一回私名前は言えないんだけど、言わなくていいです、うん、言わない方がいいよね、はい、なんかそのお芝居の稽古でやっぱり若い男の子とこう全然こうその子がうまくいかなくて、で一回だけ囚われちゃって、ね、いろんなことを考えすぎて囚われちゃって、なんかよくつかめなくて、うん、で演出家の人にちゃんと聞いて、あの一回だけエネルギーを交換するっていう時間をくださいって、よくわけわかんない言い方になっちゃったんだけど、私が一つ一つのセリフを全エネルギーを向けてあなたに言うから、うん、あなたも全エネルギーをかけて私に返してって、うん、それでこのシーンをやってみないって言って、別に相手役とかそういうことではなかったんだけど、とても重要な役の子だったんで、うん、4人芝居のうちの1人だったんだけど、うん、でそしたらすごく今までうまくいかなかったのが会話ができた、感情も出てきたし、うん、あの怒るところは怒る、うん、私もそれに対して答えてたらすごく、あすごいできたじゃないとかって言って、うん、それで次の日からあのじゃあうまくいくねって言ったら、次の日から来なくなっちゃったんです。なんでですか？私に睨まれて石になったって言いましたから。あーメデューサだったんですね。そう怖いよ。睨まれたと思っちゃった、いけない、いけないのかな、思っちゃったんですよね。じゃ私のせいじゃないよ多分、もう私のせいかな。いやだから、うん、こういうのラジオで言ったらまた余計に。いやだから大竹さんは別にその一緒にやっていく上で睨んだわけじゃなくて、その一緒にやろうっていうことでのあれをやって時間をくださいって言って、そうそうそうやったんだけど、向こうにとっては大竹さんはもう雲の上の人だから睨まれたと。違うよだって思う可能性はありますよ。でもえ嘘、もうあのすごい落ち込んだ今本当。か大竹さんはいや僕らは知ってるから優しいし、そのなんか感情が噛み合わないお芝居をすると多分厳しいと思いますけど。そんなことないです、私は優しい、優しいですよ、ね、基本裏ではあれだ、裏でも優しいですよ、うん、でもいや多分その子は悩んじゃったのかもしれない、私が言ったことだけではなくすごく悩んで、うん、